ちは、Pです。少女坊主、8月25日、甲新聞です。はい、まずお知らせから見ていきます。今日はね、花嫁さんですね。はい、継続コンスタンティノス。すごくね、優秀だと思います。コンスタンティノスの前の馬長の方がね、私戦力高いんだけど、はい、コンスタンティノスの方がダメージ、出ることが、多くなってきました。やっぱり、地のキャラでもね、モーのキャラを上回ること多いですよね。すごく優秀で、入手もしやすいと思います。はい、おすすめです。はい、で、今日の、はい、花嫁さん限定、はい、ランケンしたい、ご主人様の専属です。クイーンだよ。なんでデースクイーンなんでしょう。コスチューム的にかな。わかりません。はい、推奨。これね、私何日か前にね、ペラ30個出ました。多分一番濃いのかな。はい。あとね、10個で解放できそうなんだけど、残り2日で10個っていくのか。わからない。うん。課金すればガチャ引けるのかな？リアルマネーだった気がしますね。ダイヤじゃなかった気がする。はい。あとは、アストルフがまだ継続ですね。はい、この子、坂本龍馬。この子のね、アイコンフレームが可愛いです。はい、フレンドの、クリリンさんがつけてるので、羨ましいとか思っちゃった。私は持ってなかったですね。まあ、レベル9まで上げなくても途中でね、レベルいくつぐらいかな ?3 か6か。いや、3だったら大体いってるから6ぐらい。ちょっとね、覚えてないんですけど、はい、9に行かないけど取れると思うんですね。はい、取っておけばよかったなって思ってます。ね、私、うん、ご主人様の、うん、なんだっけ、これ忘れちゃった。アイコンフレーム使ってます。こちらがイベントキャラですね。感動を悩ましい目のコンスタンティノス、うん、宗重、ベオウルフ、静かゴーデン。はい、あとはですね、イベントほにゃほにゃ、はい、スタートします。あとね、今日ね、うん、前回の動画かな、馬長がね、私ダメージがフレンド切磋して1億ぐらいだったのがね、うん、三途の引き渡しつけたら、うん、4億出たんですよ。その辺もね、検証できれば、と思ってます。はい。ただね、あ、いつもたらわかるかな？はい。今、この子についてて、うん。ね、誰かが映った時だから、ね、回復と、増殖だったかな？これが大きいんですよね。最大 50% まで。だから、うん。周りがね、誰かが映ってくれることによって、うん、ダメージがどんどん上がるから、そういう戦闘じゃないと、なかなか効果が出ないからね、うん、ちょっと検証、うん、できるかなと思ってます。ちょっとね、試してみますね。はい。まだレベル中だよね。はい。確かね、でも、うん、これぐらいのレベルで、よく出たと思うんですね。そうだから先ほどもお話しした今、馬長が3億、あ、3億じゃないんですね。3600でしょ？に、で、コンスタンティノス3000、まあでもコンスタンティノスだけ今育成使ってるからね。うん、まあ500万ぐらいまで来ません。だいたい1000万ぐらい低かったんですね、馬長より。それでもね、馬長を超えてることが多かったです。ね、足らない、足らない。私の救いです。本当に。やっちゃった。ありがとうございます。ね、ほとんど。コンスタンティノスにしか使ってなかったですね。ダイヤもね、7、ま
うん、いくつ増えてるかな。ちょっと今わからない。じゃあね、早速ね、うん、今日の限定花嫁見ていきます。ご主人様の専属レースクイーンだよ。あ、車、後ろ車だったんだね。はい。いや、うん、コスチューム的にすごくね、好感が持てますね。ね、かっこいいね。うん、でも、普通のコース、アフランキーシュタインと、顔がまた全然変わってきてますね。はい。ん？ね、じゃあ最初に、限定版見る？エースとロボ娘。あ、これ、XA で出た画像だね。ん？なんだろう、何か持ってる工具か。これ限定、これだね。レースクイーン。いや、ちょっと、うん、普通な感じかな。あ、レベル6だ。だからレベル6はね、なん、ご主人様、何キャラかは言ってたと思うんだけどね。はい。持ってなかったですね、さっきの坂本龍馬はね。はい。よくか。まあ、スキル次第ですね。でもダイヤ使えないから無理かな。はい。これだね、調教でまずいただきます。何枚？ 10枚。2枚なんですよね、1000ね。お、5000だった ?6000? あ、これ今出てたじゃないですか。あ、これだと思う。うん。あ、動いてないんだね。はい、バチョウがね、バチョウまで。こんな感じなんだね、フランケンシュタイン。何持ってるの？工具？何持ってるんだろう？なんかネジネジしてそうな工具だね。工具？わからない。わからないよ。果てなし終わり。あ、私のね、雪女もいつかな。7000万超えたよ。部長さんがよく見てきててくれてるんだねって思った。7000万超えたね、おめでとうと言ってもらった。よく見てますね。今6星ね。ちょっとね、あの切り替わりが遅いですよね。百鬼果てなし、これ最後かな。10枚だったかな。12枚かな。 UR はね、30枚覚えてるんだけどね、つらつれちゃうからな。百鬼果てなし。そうそう、限定花嫁さんはね、あのタッチすることによって、うん、なんていうのかな、いろんな動きするから照れちゃうね。あ、10枚ですね。10枚か。はい。あー、気になる。図鑑情報。うん。はい。え、待って。これは強くなっちゃうタイプだよ。だって、キャラの総生命、総防御。あれ？あれ？ちょっと待ってね。これ一緒かな？あの、葉っぱの人。ちょっと先にこれいただいて、あ、この人が防御と攻撃だったかな。ちょっと見てくるよ。何が、どこ、図鑑かな。あれ、花嫁はこれか。花嫁の、あ、ここにあるね。待って、総生命と総防御って一緒じゃん、今日のフランケンシュタインとね。ねえ。あら。ねえ、葉っぱの人どこ？葉っぱの人も私急にしたから、
ゲなんだね。もう一人いたよね。レオニダスだったかな。いや違う、もう一人いたと思うんだ。あの二つ上がるの山本龍馬はね、二つ見て怪人と怪人強度だから上げなかったんですよ。あんまり戦力の数値に出ないから、私ね。うん、いくつこれ見て、レベル3だもんね。あら、アイコンフレームもらえなかったね。もう一人いると思うんだ。あ、強いの。起きたかな？違うな。誰だったかな？最近の気がするけど。アーサー王？アーサー王も生命と防御。でも3しか上げてない。なんだろう、何が違うんだろう。持ってたチケットの数かな。そうなんだね。ん？何これ、え、ん？これは、ん？これだからもう一匹っていうのかな。これほら、なんていうの、これ牛さん90分の80なんだよ。これ、あと10欲しいんだけど、これは、待ってね。これだね。うん。今回はね、同盟で募集してたからね、胡蝶さんのサブのさなぎちゃんと、ピクルさんと、はい、私が入ってるのね。はい。私一番弱っちいの。はい。まあ、いつものことです。でね、どれな、これじゃないぞ。これか、召喚か。そうそう、これ。入れきってないか、ないよね。そこに、そうそう、この30が出たんだよね。多分。うん。で、わ、と思ったんだけど、やっぱり足らなかった。だから、これを引くには、ジョップの、どれ、あ、これだよね。だから、1日1回の無料があるから、あと2日だか2回はあるけど、うん。もう、ここリアルマネだね。これしかないんだよ。こっちはチケットじゃないから。うわ、リアルマネを使わないと、10個出てくれればいいんだよ。2日でね。その10個はね。あ、もう1個とか2個だったらもうダメだ。アウトだね。うわ。ちょっとね、はい、ではね、あ、そっか、待って、ではねじゃない、まだ確保してないよね。確保はしますね。はい、今10枚いただいて、今73枚になりました。うん、前回のアレムさんはマックスまだ上げたけど、その前のね、2キャラはね、かなりね、こちらが当たりっていうのかな、多かったんだよね。うん。250も出たんじゃなかったかな。250ってない、もしかして。これ、ガンじゃないね。どれだった、これじゃないな。なんかね、大きいのが出るんだよね。あれ、はい。で、何枚引く？60、あ、でも、総生命と両方か。ん、じゃあ、レベル6まで行く？レベル6も、あれとか言っちゃった。わざわざなっちゃって。レベル6まで行けば、あ、これじゃないな。アイコンフレームがね、もらえるからね。これか。これ。6まで行きましょう。チケット的にね。60、70枚だったら、マックスまで行けないからね。前ので130枚ぐらい。使ってるからね。はい。運が良ければ、いけるかもしれない。6? 欲しい？レベル6だね、まで。頑張ります。頑張れるかな？頑張れなさそうな気がするの。大丈夫？これ。あ、ちょっと待って、何か？ゲージが。ゲージ？これ。これいくつ？あ、確保だね。今までこんなコスチュームだったのかな。
ね、入試もしていない日かもしれない。どうなんでしょうね、わからない。あ、でも、さっきのと違うから、じゃあ、さっきのは今までのね。はい。全然フランケンシュタインって感じじゃないよね。はい、これもらって。どこ今？今、L1 か。あ、何か触ったみたいよ。ねえ、なんだなんだ、どこを触るの？ヒントがね、あるから。頭。動かない。はい。ちょっとね、これまで恥ずかしくて苦手です。はい、もうちょっと行かないと無理だね。なくなっちゃうね、これ60。70何枚なくなった。あ、30持ってたよ。30個でいくつまでいく？今2でしょ？え、6無理？もしかして無理？まだ3だよ。まあ無理かもしれない。いや、250個とか出て。10、10。待って。いや、10がばっかりじゃないな。あと6個で、あ、チケットだけで終わり？かもしれない。どう？今4でしょ？ん？いけないか、いけなかったね。6人はあと40個足りません。40個か。ここで40個。あ、でも、ここで40個出ないよね。あと11個かな。そうだよね、きっとね。そうだ、11個で、あ、これある、あるじゃん。何個あるの？え、21個持ってる。じゃあ11個でいいから。あ、ちょっとチケット交換しよう。あれ足らなかった？あ、待って待って、足らなかったよ。あ、これぴったりになるように計算されてんだね。はい、ごめん。はい、これね、レベル6。だね。え、葉っぱの人、武蔵、レベル6まで上げてたけど、もしかして、あ、これじゃない。どこ？ここ、ここで、ね、自分でもしかしたら交換しないと、あ、銃あったじゃん、ここ。しないと、もらえない？じゃ、もしかしたら、武蔵はね、かなり上げ、6までは上げたと思ったんですよ。でも持ってないから、もしかしたらこれやってないのかもしれないね。はい。よく忘れちゃうから。はい。あ、ごめん。戦力見てなかった。はい。見てないね。すっかり忘れて。ちょっとね、後で動画を見直して、どれくらい上がったか、テロップでね。はい。つけておきたいと思います。でも4、僕、4だった気がするから。でもそっか。4区4000、1000本なんて上がらないながら。はい。ね。わからない。ちょっとね、一回止めてんじゃん。見てくるね。ちょっと待ってね。はい。はい、見ていきました。4,411万でした。だからね、レベル6に上げただけで982万も上がっちゃった。ねえ、びっくり。で、先ほどからね、ちょっと忘れてたこの名前。豊臣秀吉の、アイコンと、はい、セクシーメイド。メイドさんのね、はい、アイコンフレームですね。だから持ってないんですよ。葉っぱの人、武蔵。武蔵持ってないと思うんだ。あれ？あ、そっか、これ、そっから。違うかな。セクシーミャオとそのまま待ってますよ。そんな感じ？
これカームだね。この辺そうかな。みんなセクシーって言うとね。うん、並んでるから多分そうなんだと思うよ。これがレイス君。今日のですね、これね。はい。ん？あ、3位だったの？落ちちゃってるぞ。やっぱり、これがテリーナか。これコンスタンティノスだね。え、何？あ、カエサル。いや、やっぱりもう、あ、これ雪女だね。バルキュレ、ウィンヒルド。ああ、やっぱりね、持ってないんですね。にもね、うん、前のコンスタンティヌス ねずっと一緒だったから、うん、同じの使ってたみたいだからね、せっかくだからね、UR に、うん、って言ったら変えてる、ほら、ね、いいよね、やっぱね、あれ。あとね、あ、ファンシーさんも変えてるね。あら、そうだ、この、クリーニーさん、このアイコンフレーム。ね。これ、いいよね。これ欲しかったな。はい。今の私が、これ。メイド。はい。です。はい。はい。今回は、フレンドセッサで、二つ試してみたいと思います。まずね、一つ目。馬長につけてるホーグ。三つの引き渡しのありとなし。前回の動画でね、馬長につけたら、今まで馬長って1億しかダメージ出たことなかったんですが、4億出ました。ただね、はい、宝具スキルの特、性的にね、周りが死亡することによってつくバフなんですよ。だから、例えば、フレンドセッサで、6人生きたまんま買っちゃうと、発動しないんですよね。だからその辺がちょっと難しいんですけどね。はい。まずはね、じゃあ最初、外した状態で、挑戦してみたいと思います。ちょっとね、時間かかりますから、スキップいたします。はい。はい、今回はね、クジリンさん、お願いします。47,676万。はい。2000万ですね。はい。私よりか高いです。はい。はい、スキップします。はい。出ました。終わりなし。はい。あ。コンスタンティノスが落ちてますね。はい。だから、これだけ落ちてると、防具がついてればね、3人は落ちてるから、ね、かなりのバフがついたと思うんですね。まあ、マックス 50% までは、ね、いかないですけど、はい。はい、今の状態で1億です。はい。あ、はい。うん。コンスタンティノスもね、だから、うん、よかった、ということですね。はい。はい、続いてつけます。3人はね、はい、死亡してたから、はい、ただね、この紫品質とまだレベルが10だからね、3人だと 6% の3倍でいいのかな。だから 10% ちょっとは、はい、つくということかな。はい、だね。まあ、ね。つけた状態で、もう一度ね、クリリンさんと戦ってみます。
び立てました。やん気果てなし終わりなし。はい、3億、うん、前回の動画の4億まではいかないけど、4倍まではいかないけど、あ、ここからでもね、何人映ってる。いや待って、マーリンが落ちてるよ。はい、マーリンブリューンとコンスタンティヌスさんは、あ、超速壁だ、ごめん、と真田と、あ、結構落ちてますね。はいはい、あ、今回全員出たんだね。はい、ま、3倍は出ました。だからね、あの6人だけで勝てちゃう対戦相手だと、え、奥義、まあ、宝具のスキルがね、発動せずに終わっちゃうから、今回はね、しっかり発動したんですね。3倍にはなりました。だから、ね、前回の動画で4倍になったのは見たんだけど、はい、今回はね、3倍でした。でもね、すごく効果がしっかり出るのがわかります。だから、相手にもよるのかなとは思います。はい。はい、2つ目のフレンドセッサーは、相手の夫人にコンスタンティノスがいる人と戦ってみたいと思います。でね、何人かフレンドさん見させてもらったんだけど、皆さんね、コンスタンティノスはもちろんね、取られてると思うんだけど、夫人にいる人が少なかったですね。はい。ヨシ。ヨシはね、アイコンに使ってるぐらいだからね。はい、受けました。で、先発はですね、今までと一緒ですね。1番サンタ。ヨッシー攻略はですね、はい、ヨッシーの先発にはね、デバフ解除がいません。まあ、アベルちゃんは少しできると思うんだけど、はい。それほど強くないですよね、デバフ解除がね。はい。だから、サンタとトモエ御前を麻痺させておければ、かなりね、長い時間スタンしててくれるから、すごくね、有利に戦えます。で、今回、後発にね、はい、3番のとこですね。はい、いますね。コンスタンティノス。はい、しっかりね、炎さんになってます。で、コンスタンティノスは、炎2からかな、魔法少女の祈りというスキルが追加されて、はい、味方2人かな。で、炎さんになることによって、3人のね、はい、デバフ解除ができるようになると思うんですよね。で、そのデバフは、説明によると、コントロール系も含む全てだと思うんですよね。解除できると思うんですが、ちょっとね、うん、未確認です。ただね、説明的にはそうなってますよね。はい。ちょっとね、楽しみですね。その辺が見れるといいなと思ってます。はい。だいぶね、うん、婦人的にはね、はい、やばくなってますよね。強そう。はい。今回はね、普通のスピードで。スキルを見てみたいと思います。はい、ちょっとね、私が今回ね、限定花嫁で1000万ぐらいかな、上がってるから、ちょっと高くなってますね。はい。全部制は私ですね。まずはブリューンフィールドがステージを変えました。で、ガウェイン。ガウェインのね、私の役割はね、よくね、1番サンタが多いと思うんですよね。私のは1番にガウェインを置いて、はい、デバフをいっぱいかけます。あとはね、壁で、あの、動けなくてもいいんです。あそこに1番にいてくれることによってダメージ結構受けますからね。丈夫な画面。1番、いいと思います。はい、進んでますね。見て。ね、あ、このエッジだ。はい、コンスタンティノスのね、はい、コースです。コントロール回復、あ、コントロールごめん、繊維回復ですけど、まあ、最初見たらね、繊維がだいぶあるから。お前御前がね、受けてたんですね。サンタがね、今麻痺してるのが見えました。サンタと、超支流と、あ、馬長の奥義です。小詰めだったらね、復活できないんだけど。あと、アベロちゃんが、はい、麻痺してますね。解除できないと思います。ランタンがね、はい、あるね。だから動けるのは3人ですね、よしね。ウィンソカベと、トモエがスタンしててくれるとだいぶ楽なんですけどね。トモエ動きますね。カールも動けるけど、カールは結構ね、体力もあんなに減ってます。
戦力低いのかな。はい、まだね、サンタも麻痺してますね。あ、ここでヨッシーのターンね、デバフ解除できないでしょ。だから3人まだ、はい、麻痺してますね。カールが動いて上層壁、あ、あのエゴディが動けなかったのかな、なんでしょう。あ、ここで動いた、ここで抗議ですね。戦意もマックスになってますね、うん、ちょっとヨッシーのトモイコゼが怖いよ。あ、長州がもう動けるようになってるねえ、動けてるね。あ、ここね、戻っちゃったね。解除じゃないような気がするんだ。解除なのかな。はい、ここで私のターンですね。またかけちゃう。あ、今もういきなりサンタがね、凍ったのが見えたよ。足元かな。凍結ですね、全体にかかってますね。え、二人、三人？三人、透明公開、麻痺しない。あ、来ましたよ、奥義。あ、ちょ。無事ね。え、三人凍結。あの？あ、カールが落ちましたね。多分、このロビリンの中で、ヨッシーの中ではね、選抜の中でカールが戦力低いのかな？ね、大体先に落ちる。上層壁はもう体力やばそうだね。あ、場長がまだ溜まってないね。ここで雪女が出てきました。雪女はデバフ解除持ってないからね。はい、動けるのは3人ですね。雪女、萌えと、上司流だったかな？すごいね、長州強そうなんだけど、今はね、いっぱい強いキャラが出てきて、あ、待ってください、ブリューヒルドがちょっと体力やばいです。あ、危ない。今ね、雪女が私の放ってたけど、デバフ解除されたでしょ。今あの辺がね、強いよね。あ、奥義で戦意を早く、全員100だよね。あの、ほぼ300、3人か。ん？あ、大丈夫。なんかちょっと、ブリューフィルが危なかったね。あ、また見て、サッカーがね、また、ダンさせられてる。いいですね。うん、誰かが落ちた。あ、超支流だね。今回、トムエが。あ、バチョウ。とどめ刺しちゃって。誰？のね、まだね、それほどバチョウも3600万ぐらいだから強くないから、なかなかね、奥義でとどめさせないんですよね。だから、うん。奥義のバチョウのいいところがまだまだ活かせてない。サンタは動けてないね、今回ね、ヨッシーの。うわ、みんなを、うん、戦意ゲージがマックス？一番最後に来た子は違ったぞ。あれ、待ってください。私のコンスタンティナスいる？あれ、なかったの？
あ、いるね。いるけど、もう危ない、それ。あの、復活がね、25% だから、かなりしないよね。体感的にね。回復いっぱいして。あ、ちょっと待ってください。今、ヨッシーの周りになった。やばい。あの、いや、まだいるな。大丈夫だ。あ、待って。よし。あ、私に雪女凍ってる。周りも凍ってる。わあ。きつい攻撃続いてますね。あの、ガウェイン強いでしょ？あの、ほんと？なんだっけ？ほんとなんだっけじゃない。ほんとね、聖なる盾が強い、ほんとで。あ、ルリュウを着て、麻痺させちゃってね。おともえ、麻痺させて。動きすぎやだった。サンタだった、やっぱり。あ、ここで？エヴァン解除できたかな。ん？ブリューが動いてない気がする。あ、待ってください。ブリューが変わってる。あ、ちょー、あ、3人ね、麻痺してるけど、あれ待ってください。エヴァン解除もいるよね、ヨッシーの方もね。ヨッシー、ユキロンが私の影響の、あ、これ何人か落とせるかな。体力ゲージだいぶ減ってるよね。え、今何人？ 3 人？わ、マーリンの奥義。アイノちゃん、これでよし、コンスタンティノス出てくるかな。わ、結構、巴御前頑張ってるね、今回。ほんとね、ガウェインは、寝てることも多いんだけど、一番の位置にいて、ほんとね、タンク、役しっかりしてくれてます。あ、見た？今もね、コンスタンティノスは、デバフ解除したね。あれ、自分の月、アッシブかな？え、これ？あ、攻撃来たよ。全員回復？ん？あ、今ガウェインかな？ 3 人今デバフ解除したね。あれ、待ってください。あれ、よし、コンスタンティノスは？もう出た？あれ、え、まだターンが変わってないのかな。あ、もう、巴復活だね。あら、あ、ここできたね。うんうん。あ、見て、ブリューンが今、ステージ変えたでしょ。ここはね、二人、デバフ解除できるキャラがいるから。怖いよ。痛さが強い。怖い。あー、来たよ。全員回復。魔法少女がどこでかかってるのかよくわからないよね。え、ちょっと待って、落とされちゃったの今ね、コンサーティノスがね。復活はしないんだね。 25% なかなか引けないね。もちろんね、先発の方が戦力が、ね、高いんだと思うんだけど、ヨッシーの空白の方はね、先発よりか戦力低いんだろうけど、うん、
怖い。エヴァ深い塾いっぱいいるし、だいぶ削られちゃってる私ね。そう、あれコンスタルティノスだけかな。いやでもね、かなり苦戦するよね。でグリーンフィールドでバフかけられ、デバフかけられちゃうしね、排除もされちゃうし。私のグリーン誰か麻痺する、知ってない。あ、下ね、コンスタンティノスが麻痺したけど、コンスタンティノスがね、自分で、まあ、詰めてるバフ、デバフ解除するからね、ターン返してね。バウェインが今4人デバフ解除したね、丸くなった。え、アチョウがとどめさせてくれると、あ、見ました今見ちゃったよ私今ね。コンスタンティノスをとどめさせちゃったね。まあコンスタンティノスはね 25% で復活だから、もともと私の方もね復活してないぐらいだからだけど、はい、バチョウの今、はい、ロナインの墓だよねってとどめさせた感じかな。あ、ちょっと角度立てね、バチョウね。あ、誰、あれサナザナット、サナザナに落ちたのね。サナザナ凍ってるよ、よし。ウリュウ、あ、ウリュウので、みんなデバフ解除しちゃったね、今ね。凍ってるのがみんな治っちゃった。やっぱ強いね、ブリューフィルド。まだね、私のコンスタンティノスは戦力が低いから、長くいら、戦場にいられないからね。いればやっぱりね、デバフとかね、優秀だから。うん、長持ちって言うと変だけど。強くなっていくよね。あれ、雪女は私ので、なんか凍結してたから、私のサンタがね、はい。あ、だってが、麻痺してますね。はい。あ、ほんとにいいと思ってたね。あ、待ってください。今二人、バフ解除してたよね。え、トミネとダテでどっちか解除するのかな。うわぁ、ここは痛いな、行くよ。見て、12個もね、バフがついてるよ。ユキオンだね。青が12個ついてたよ。すごい。はい、ありがとうございました。よく。ああ。はいはい。コンスタンティノスだけ落ちたけど、ね、ニューヨーク出てるバチョウを超えることが結構あるんですよね。はい、そうだね。一人だけですね。はい、やっぱりユキオンのがね、私、うん、だけちょっと飛び抜けて強いからね。7000万。うん、この、ね、コンスタンティノスとバチョウとガウェイン、ガウェインも結構出るんですよね。まあ、あの、ブリューフィールドとマーリンはね、回復とデバフ解除だよね。はい。ヨシンの方だね、雪女は、それほど戦力上げてないから、まだまだ、ね、って感じだね。やっぱり見て、トモエが一番怖いわ。うん、あと、結構ね、あの、デバフ受けにくかった。うん、超ゾカベも戦力ダメージ出てますね。あ、見て、3番目にコンスタンティノスがいるよ。結構早めに落とされたと思うんだけど、雪女より上とか、怖いね。はい。うん。そうだね、マーリンもあんまり回復する前に落とされちゃった感じですね。はい。はい。あ、コンスタンティノスも優秀ですね。ちょっとね、あの、まだ、うん、わかりにくいところも多いんですけどね。ユシアもありがとうございました。リリンさんもね、ありがとうございました。
まあね、見てもらってもね、あんまりこれ分かりにくいです。熱感の、だね。これね、魔法少女の色割りは炎2から出ます。で、発動しようとすると、すべてのデバフ効果を有効になる前に、コンサンティノスが無効化します。これ、効果を有効になる前に、これもちょっとよく解釈分からない。で、炎3で3名まで増えるんですよ。だから魔法少女の祈りが3名まで増えて、ワンターンの間に12までデバフを解除できるの？あれ？で、デバフに関しては書いてないと思うんですよね。すべての、あ、これなんかね、はい、40% の確率で、はい、すべてのバフ効果を解除させる。だから、ね、コントロール系は、例えば、炎3かな？もうこれだね、ここに書いてある奥義でね、一番下でね、うん、コントロール以外のデバフを全て解除するっていうのがね、多分炎さんになるとこの辺の解釈書いてないから解除できるのかなと思うんだけどね。まだまだね、私のコンスタンティノスはまあダメージはねかなり出てきてる。馬長ね、馬長が3700ね、500万ぐらい低いんだけど、はい、かなりダメージは出てるけど、まだちょっとね、製造、しきれないからね、その辺がちょっともったいないよね。この辺がもう少し電力上がってね、丈夫になってくると、すごくね、楽しみなキャラだと思います。はい、奥義もね、エッチね。はい、かわいいしね。はい、今回はね、2つの連動センサーで試してみました。すごくね、私も自分でやっててね、はい、楽しかったです。はい。今回は、そうだね、限定花嫁さんだったんですけどね、この子はね、なるべく、はい、レベル上げた方がいいと思います。すごくね、戦力が上がるからね、防御と、その防御とその生命だからね、はい、さっきね、すごい、入ってたね、はい。バニーさんも書いてた。今回の花嫁で全キャラ2000万です。私は、そっか。多分バニーさんは、レベル9だと思うんです。大体じゃないな。すべてね、レベル9に上げてると思うから。私、レベル6で、まあ、パーセンテージだからね、全、防御のっていうパーセンテージだから、私は戦力低いからね、バニーさんも10億近い方だから、はい、2000万も上がったんですね。私は982万でした。はい、温泉ね、ああ、6000万超えてたら倒すのしんどいですよね。はい、私はね、楽な方の温泉だからね、あんまりその辺は分からないですね。はい。楽しいですね。うん。すごくね、この、コンスタンティノスのね、この、なんだ、この、メイケ使っててもね、ちょっとエッチなところはあるんだけど、ピンクで可愛くていいよね。と思います。2月25日、限定花嫁、ランキンしたい、でした。なるべくね、レベル上げた方が、強くなると思います。じゃあ、またです。バイバイ。